お前のこと誰が好きなん選手権さあ、始まりました。おまだれ選手権主催の粗品です。はい。え、おまだれ、えー、略さず言うと、お前のこと誰が好きなんはですね、はい。えー、僕が発明したツッコミでですね、はい。あの、僕がなんか悪口言われる時とか、うん、アンチの人に誹謗中傷、結構きつめのことをね、言われた時とかに、はい。その、アンサーで、 えー、お返しのツッコミで発明したものですね。お前のこと誰が好きなんっていうやつなんですけども。はい。で、まあね、これ使い勝手が良くてですね、えー、結構まあ、僕以外の、まあふ、ほんまに皆さんも、ね、お前のこと誰が好きなんて日常で思うことあると思うんですよ。えー、ですから今回755ってアプリでちょっと募集しまして、はい。皆さんからいろいろ、お前のこと誰が好きなんエピソード、 はい。集まってきたんで、ちょっと今日はそれ大会にしてですね、優勝者決めたいと思います。今からちょっと人から来たやつ読み上げて、で、お前のこと誰が好きなんて僕が代わりに言いますので、はい。ね。で、なんかいいのがあると、ね、フルでツッコミ聞けるかもしれませんので、お察ししますまでいけたら激アツということで、えー、そんな感じでちょっと聞いてください。パンダ バスの二人座席の窓側に座っていた時目的地に着いたので、隣に座っていた男性に、すいません、降りますと言ったら、イヤホンをつけていたせいか無視されて、もう一度、あの、と話しかけたら、下打ちされた。お前のこと誰が好きなんなあ。いや、お前のこと誰が好きやねんええー、ことないねやろ。普段生活してて、なあ。 お察ししますあ,あ感想。すごいね、これ。腹立つわーってか、その可能性あるんちゃうか、怖いなと思いながら窓側座るしな、そもそも。通路側に座った人、通路側に座るって、その窓側の人が出るときはちゃんと足こうするとか、一回立つとか、する覚悟がない奴は、通路側座んなよ、ほんま。かわいそうや、新幹線とかでもそうですけどね、ええー。 これはかわいそうやわ。しかも何がねえ、立ち悪いってこの、イヤホンつけてるのを言い訳に一回無視しようねん。もう聞こえとんねん。だから二回目、あのって言ったら、いやこれひどいね。いや、これはお前のこと誰が好きなんやな。腹立つな。えー、じゃあちょっと優勝を発表します。えー、優勝はですね、えー、パンダの、 えー、バスの通路側に座っている男性に舌打ちされた話です。はい、これが、えー、本日のおまだれチャンピオンになりました。お前のこと誰が好きなうん、これ良かったですね。はい。もう自分にも起こりうることやから怖いわ、こんなん。第2回、お前のこと誰が好きなん選手権それではいきます。ユダイ 母親がパーマ当てて、すごいいい感じでみんなに褒められてたけど、近所の厄介なおばはんが家にピンポンしてきて、あんたそのパーマ全く似合ってないですぐやめやって言うてきた。お前のこと誰が好きなんなあ。ええー、お前のこと誰が好きやねんええー、ことないねやろ。普段生活してて。なあ。お察しします。出たねえ。 これ、おまだれやな。めっちゃ腹立つわ。聞いてても腹立つわ。あ、こっち系ね。なんか、ほんでまた母ちゃんへこむやろ、そんなんで。かわいそう。すいません、ちょっと。かわいそう。なんでそんなん言うん、お前みたいな。泣きそうなんねん、俺、こういう系。母ちゃんじゃなくても、なんかめっちゃ頑張って、わからん、宿題、夏休みの、 工作やってきた友達、めっちゃ頑張ってんの知ってんねん。こいつが挫折とかして諦めたりして作り上げたやつ知ってんねんってやつを、何にも事情知らん友達が、何年それ気持ち悪いって一周するみたいな感じね。泣きそうなんねんな、ほんま。腹立つわ、これ。近所の厄介のおばん、いや、家にピンポンしてくる時点で近所の厄介のおばはんやんけ。もうこのご時世、家にピンポンしてこな近所の人が。そんなことないか、別に。 別にあるか、地域的には。はあ、これ、ちょっと俺、きついなドキドキするわ。今回の、MVP、はい、えー、最優秀おまだれはですね、え、パーマかけた母ちゃんに、近所の厄介のおばはんが似合ってないでって言ってきた、ユダイおめでとうほんま、最低やな。これ、ユダイ母ちゃんに見せてくれ、この動画。粗品が怒ってるって。 えー、最低です。はい。おまだれです。 あるじゃ